今宵一対一最強が決まる。アシザルロワイヤルファイナル、キックオフ。対戦表はこちら。予選が終わり、ノブくんと弾丸くんが決勝に駒を進めた。さて、優勝は誰の手に。予選第2位、弾丸くん。利き足である右足を生かしたドリブルと必殺ヒールリフトを武器に決勝進出。果たして彼の代名詞弾丸シュートは炸裂するのか。顔面パンチずらしてドン、それだけ。 You know? 予選第1位、ノブくん。迫力のある攻撃と持ち前の勝負強さでゴールを量産。予選無敗で決勝進出。バモスバモスバモースのおまじないで優勝することはできるのか。まあそうですね、まあ、ここまで来れたのは、まあ、やっぱり応援してくれるファンや視聴者のみんなや、まあ、そういう人たちが支えてくれたからなんで、まあ、この決勝は名前なんでしたっけ、なんかよくわかんないんですけど、まあ相手を叩いて、まあ軽く優勝しようかなと思ってます。はい、弾丸くん VS ノブくん。決勝第1戦目はボレー対決。ボレー対決ではノブくんが勝利し、1点のアドバンテージで試合を開始します。ここで選手入場。バモン決定勝つからね。強烈なオフェンス力を武器にここまで決勝にたどり着きました。弾丸くん、名前の通り弾丸シュートが来るのか。彼の右足に期待だ。さあここでノブくんの入場だ。アシザル FC のアホキャプテンとしてチームを引っ張っています。バモン、俺がナンバーワン。彼の持ち前の攻撃センスで相手を翻弄することができるのか。この男より負けず嫌いは見たことがない。バチバチの本気の戦いになりそうです。ルールは各前後半1分のバトルロワイヤル。ノブくんは第1戦目で勝利しているため、すでに1得点獲得しています。さあここで試合の始まりだ。弾丸ボールでスタート。さあ1対0から始まった弾丸くん、先にゴールを決めたいところ。おっとここはノブくん前線でカット。そしてノブくんボールからスタート。おっとかわしてシュートは、ここはラインアウト。弾丸くんボールからスタート。早くもバチバチな展開になっております。おっとかわしてシュートは、おっとこれはシュートまでいけず、まだ弾丸ボールで続きます。かわして、おっとこれはヒールリフト、ポストに当たりました。必殺のヒールリフトはポスト直撃。そしてノブくんが、ここはラインを割って弾丸くんボールからスタート。さあどういった展開になるのか。さあプレスをかけていく、シュートまでいけるか、イエチコ。おっとこれは激しいディフェンス、シュートは枠の外。そして弾丸ボールが続きます。シュートまでいけるのか、右にかわして得意の右にいけるか。おっとこれはまた抜きシュート、相手の隙を見逃さない。しっかり股を抜いて1対1。またまたまた完全想定内で、今1-1でしょ。俺決めて終わり、それだけ。相手ピッチ俺メイウェザー、それだけ言うの。このゲームは最初はマイボールやった方が
有利じゃないですか。はい、で次は僕が有利になるんで、はい、まあ持たせてあげたっていう感じですね。ぜくぜくぜきめラスト1分魂止めるよ。後半次はマイコなんで、これはもう勝ったわ。視聴者のみんな見とけよ。さあ後半が始まります。1対1で折り返したノブくんボールからスタート。さあどういった展開になるのか。かわしてシュート、アウト。素早い動きからのゴール。これは弾丸くんついていけず。そして弾丸ボールからスタート。さあここで1点も返したいところ。おーっと激しいディフェンス、これはバチバチだ。そして弾丸くんボールが続きます。さあ両者楽しんでいる様子。おーっとこれ背負った、これはゴール、なんとおしゃれなゴールが決まった。これで2対2。どういった展開になるのか。このままでは引き分けで終わります。シュートはポスト直撃、惜しい。さあここでインエラシコ、左で決めた。必殺インエラシコが出ました。これはノブ君もついていけず。さあここで弾丸くん逃げ切ることができるのか。シュートをブロック、時間も残りわずかとなっております。ラスト10秒です。シュートは入った。ここで貴重なゴールを決めることができた。ラストワンプレー、3対3。ラストワンプレー、ここも激しいディフェンス。3対3で試合終了。両者とも勝ちたい気持ちがひしひしと伝わってきます。疲れね。はい、正直舐めてた。舐めてました。彼いい選手だ。いい選手ですね。うん、まあでも対戦相手がいい選手だからこそ、はい、勝った時のまあ喜びが大きいと思うんで、まあ高ければ高い山の方が登った時気持ちいいもんな。どっかの歌詞で聞いたことあるなそれ。I love you, I wanna love you tender。 寄せしないからね、もうちょっとスピード上げないと。あの全国の弾丸くんファン見てて、俺絶対勝つから。うわー、俺が絶対か。カモンカモンカモン、見ててね。ここで延長戦になります。ここで勝負を決めるのか。弾丸くんのシュートは股を狙った。これは背負った状態。さあここからシュートまで持っていけるのか。前を向いた、かわしてシュートは、おっとこれはうまい。右のキックフェイントから左へ押し込んだ。これで4対3、ノブくんリード。弾丸くんここで返したい。シュートはノブくんがついてくる。おっとここも股を狙った。さあいい状態で持った。シュートはおーっと、これは入った。2点リードです。さあこれは弾丸くんピンチになった。弾丸くんボールからスタート。おーっとここも股を狙っていく。さあ時間もなくなってきた。ここで決めたいところ。おっと激しいディフェンス。さあノブくんボールからスタート。ここはカットして、弾丸くんのゴール。ラストワンプレー。4対5、まだ分かりません。残り7秒。さあどうなるか。シュートはゴール。ノブくんの優勝決定です。優勝はノブくんです。全力バモスバモスバモスいきます。バモスバモスバモス、おめでとう。やったー。今回の最優秀コメントはこちら。素敵なコメントありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。大会本部長としてどうですか。面白いゲームでしたね。実際あいつら2人に僕引き分けてるんで。じゃあ実質俺が優勝です。優勝っすね。